藤川幸虎神戸市出身の人物一覧、本名、藤川直人。1988年神戸にて DJ として、活動を開始。1995年アンダーグラウンドジャミックスとして、神戸市立三影公会堂南側の公園にて、西武ザ神戸神戸を元気づける目的として、DJ フリーイベントを行い、同年の立地に投え、その頃の、 UK ハードコアハードコアテクノハードテクノに影響を受け、イギリスでの DJ 活動をリッチグレートやマスカラスタート、ロンドンやバーンスタプルミルトン・キーンズ・キングズ・リンなどで開催されたクラブイベントやレイブイベントに日本のハードコアハードテクノ DJ、ショウコ・フジカワとして出演をする。主なイベントとしてジェットセット、ダンスプラネット、イナーセンス、 ドープオンプラスチックリアクト、UK、エボリューション18、ダンスプラネットザディトネーター9などがある。1996年日本に一時帰国、名古屋市を中心に日本での DJ 活動を開始、同年ドイツハノーファーで開催されたテクノレーブイベント、ユニコーンに出演。1997年からの活動はイギリスでの経験を生かしレインボー2000、春風。 川崎ハロウィンパレードを中心に朝切りジャムなど数々の野外レーブ都内の各所や各地方都市で行われていたクラブイベントに DJ 翔子 F として出演参加。翔子藤川マックス自身がオーガナイズするイベントを東京都内のクラブなどでスタートさせ、この頃から DJ 以外の活動として楽曲制作にも力を入れた。DJ サウンドのスタイルも進化させ当時の日本の クラブシーンに浸透していなかった、イギリスのアンダーグラウンドクラブサウンド、UK アシットテクノを取り入れ自身がイメージする、サイバーパンクを表現、世界観を出し当時、新宿のライブハウスで開催されていた元ラフィン、ノーズのベーシストヨジビオメハニカがオーガナイズする、イベントビバ、や渋谷のクラブで開催されていた、クロスオーバー、などに、レジデンツ DJ として、参加、出演。 UK アシッドテクノに影響を受けていたのもあり、新たに自らのイベント企画などをする。代表的なイベントとして、デイブレイクや、匠匠カーンカーンがある。カーンはサンスクリット語で、不動明王を表す。カーンこのイベントは、横浜や川崎のライブハウスで、UK アシッドテクノだけのイベントとして開催された。1998年頃から始動させていた。 レロゴスユニット名義でアルバム CD をリリースさらに新たな楽曲の制作にも打ち込んだ。2004年 DJ 活動を中止、翌年 DJ、証拠 F 名義最後の作品となるプロモーション、DVD 収録のアルバムを発表。同年、憧れだった北野武監督と出会うことができ北野監督12作目の日本映画第62回ベネツィア国際映画再コンペティション。 部門正式出品作品、トキシスの映画音楽サントラを制作担当することとなり、ナギとし、活動がスタート。ナギは、掛川洋介と、藤川幸虎によるユニット。2006年から北野武史監督命名の、ショートラ、ラスプーチンショーコラスプーチンとして、制作活動開始。2007年1980年代後期頃、 日本で最初にハウスミュージックを導入したとされるバンド、サーダム・ソドムが再結成することになり、オリジナルメンバーと共に打ち込みマニピュレーターのパートとして楽曲制作、バンド活動に参加。2008年には、チェンバロ奏者、ユーハシ・シュクアとのフィーリングユニット、シュクトラ、スミコを指導。シュクトラのライブスタイルは、 藤川幸虎が PCDTM デスクトップミュージックで制作したオケにチェンバロ奏者、ユハシュクワのチェンバロ声演奏で行う小楽器チェンバロを用いたライブ形式で東京渋谷のクラブからスタート。関西ではオルゴールミュージアムホールオブホールズ6校にてフォトグラファー谷厚史映像担当の片山博明と共にノスタルジーな世界観を表現した。 サウンドビジュアルインストレーション接種レーレードそして音楽は機械を愛したが開催。2009年、福間健治監督作品、岡山の娘高松上映会に旅立ちと題した自身のサイレント映像作品で参加。この頃、都内から香川県に移住。同年7月26日高松市内をバイクで走行中、単独事故を起こし入院。退院後、 2010年目標であった映像、映画の世界、短編映画、ショートムービーを制作するために映像制作ユニットを立ち上げ自ら監督、脚本、演出、音楽、編集、プロデューサーを行い制作活動をする。2011年からの楽曲制作としては映画音楽等を制作している伊沢美重とユニット名ペルセで活動。翌年、ショートムービー、 ダークネス・トーメント・アット・ザ・メモリーズ15ミニッツバージョンに楽曲を提供。2012年2013年には UG ・ジャミックス、ショーコ・ラス・プーチン名義でリー・ミカサー・ミュージック・アレンジャートラックメーカーとして活動し、レーベル指導。2014年グラフィックデザイナーなど今までの経験を活かし、2020年自身の楽曲を中心に DJ イベントとショーコ・カイ・ラス・プーチンとして 本格的に再始動している。DJ アーティスト自身のイベントやレジデンツ、DJ イベント、出演したテレビのみで他の野外レーブやイベント、海外で共演した DJ アーティストダンサーは記載していない。2009年7月26日、高松市内県道1 6十五線において通常走行でバイク走行中。 道を横断する様に作られた側溝に前輪が、滑りバイクに振り落とされ、そのまま本人だけが、対向車線側に飛ばされ、対向車両の下敷きとなり、引きずられ、その事故により、頭部を強打、右手首粉再骨折腕神経層と第四、頸椎を損傷をし、香川県立高松中央病院に搬送され入院、右手首を手術。約2ヶ月後に、腕神経層損傷。 神経移植手術のため、山口市内の小郡第一総合病院に入院をする。今も、利き手である右腕、右手に障害を持ち身体障害者3級と診断され、利き手を左手に。本人は、かなりのバイク好き、鈴木車両しか乗らない族に言うスズキン、鈴木で移動手段は、ほとんどバイクでしていた。今も、鈴木車両を乗っている。ありがとうございます。